はいどうもこんにちは、フーガです。今回から、パート1ということでマインクラフトをやっていきたいと思います。今回はなんと念願のパソコン版ですよ。やりました。はい、ちょっと購入にね苦戦しちゃいましたね。ちょっとね、パート0でも言ったように、はい、ちょっとモッドとか入れちゃってますけど、そんなにチートまがいってことでもないかな。パート0でもあったように右上にマップが出てます。はい、ということでね、やっていきたいんですけど、進めていく上で、ちょっとモッド入れたりとかで遊ぶかもしれませんね。はい、僕の場合ね。いろいろ途中挟んだりしますけど。はい、もうすでに作っておきました。でも、あんま木を一回掘ったぐらいで、全然進んでないんで、一人暮らしということで、一人暮らしですよ。ソロプレイですから。はい、じゃあ普通にやっていきたいと思います。サバイバルモードを選択した。日本語なんかモッド入れなくても普通にできたんで、なんか設定でできましたね。はい、教えてもらいましたということで右上のマップ見ても分かる通り、この孤島ですよ、孤島。そしてクラゲがすごいいるんですよ。ちょっと処理が間に合ってないからあれだけど、中見えちゃってるんだけど、クラゲがすごいいるんですよ、ここら辺ねえまずはちょっとサバイバルと、こういう孤島でもありなんじゃないかな。こういう孤島でスタートでもいいんじゃないかなと思います。ちょっとサバイバル感があっていいですよね。ちょっと音がでかいかな。音がでかいですね。ちょっと待ってくださいよ。サウンド。これな。小さいかな。録音されてるんですよ。ちょっと小さい可能性もあるかな。40くらいな。はい。じゃあ、このくらい。でけえ、音がでけえ。まずはこうやってね。スタートはこんなもんですよね。ちょっと地味な作業が続きますので。はい。早送りかなんかかなとか、してると思います。孤島でのスタートってなかなか珍しいんじゃないかな。大体洞窟が近くにあって、でかい山があってみたいなスタートかなって僕は思ってたんですけど、まさかの孤島からですよね。そしてこの形ですね。素晴らしいですね。はい。ちょっとパソコン版、プレスリー版、ビータ版、プレス4版と、プレステーション系列もやってみましたけど、おまけで言うなら、アプリ版、アンドロイド版とか iOS 版とかやりましたけど、パソコン版が本家なもんで、仕様とか無限は無限ですけど。ですか？なんか作業台かなんか。まだこんなもんですよね、スタートはね。はい、スキンはね、わかんないと思うけど、もしかしたら、貼ってるかもしれない。貼ってるかもしれないって、海外のサイトから集めたからもう忘れちゃったな。クラフト、4マス。これ適当にやっちゃえば、この木はね、木材は、持っててもそんなに困らないんで、持ってないとダメですよね。これどうやって作るんだっけ？確か、こうみたいな。おー、できた。できた。ちょっと感動した。ちょっと勘でやったからね。作業台と、ちょっとね、操作がぎこちないかもしれませんが、まずは作業台ですよね。作業台がないと始まらないですよ。じゃあね、棒を作りましょう。これも欠かせないですよね。斧とか、ツルハシとか、剣とか、ね、もう欠かせない存在ですから、ほんと。これもできるだけ、こんくらいでいいかなと思います。はい。そうだ。こうだな、こう。まずツルハシ、OK。木のツルハシね。木なんで、2個くらい。で、じゃあ、斧。これも、あれですね、木を刈るのに、持ってこいなんで、出ちゃった。木を刈って、船で脱出という計画を図ろうかなと思うんだけど、船はどうやって作るんでしょうかね。わかんない。アンドロイドとかやってると、木を手に入れる。そうか。実績ね、実績っつうと Xbox みたいな感じかな。じゃあ。特にあれはないのかな。ポイント的なあれはあるのかな。トロフィー的な何か。いろいろパート1なんで、ご教授ご鞭撻をコメントに書いてくれれば、もう始まっちゃってるんですけど、ね。ちょっと、やり方というか覚えておいた方がいいなっていうコメントとかあったらください。
何分本当に初心者なもんで、こういうクリエイティブで遊んでばっかですからね、こういうマジオンのあれは初めてなんですよ。はい、んと牛さんがいる、かわいそうに、これから僕の食料になるんだよちょっと斧で買っちゃおうかな、牛も。剣でやった方が早いんですけど、まあできないこともないと思うんで。じゃあまずは食料2匹か。2匹つっても海にいるな。できるだけね、船が完成するまではあんま入りたくないんですよね。ちょっとそこいると反動で飛んじゃうから、こっち来てくんないかな。ちょっと僕は海見えない、船を作らない、海見えないんですよあれ、なんか砂なんか確か紙だったよな。あ、おい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 、ちょっと危ない、そっちに。僕は海に出ちゃダメなんだ。あ、食べない。あ、やばい、斧じゃこの程度か。待て、よっしゃ、お肉ゲット土はね、まあ、おっと、石があるね。石というか、これも、まあ、できれば、今回は、どうしようか。この島を出たいね、とりあえずね。まあ、リアルサバイバルというか、結構物理にかなった行動をしていきたいんですよね。もう、おかしいですけど、この時点でおかしいですけど、結構物理的にね、家とかもなんか変に浮いちゃってる。おおおなおお、すげえ、これは普通にすげえ、やべやべやべ、ちょっとあれだ、あれがない、松明がない。うわー、ここ、いやー、ちょっとこの島からちょっと離れられないな。ちょっとまだちょっと、とりあえず石炭。いやー、ちょっとやば、ちょっと見つけちゃったよー、すげえ。うわー、ロマンあるな、これ。ちょっとどれくらい広さがあるかわかんないから、探索のしようがないんだよね。でも、お、なんか変な怖い SE が。これ普通に掘ってても石炭出てくるかな。まあ運だよね、運次第だよね。まあランダムですから。ちょっと暗いですね。ちょっとこれ石炭かどうかもわかんないからな。ちょっとね、この島にもちょっと希望がありましたよね。じゃあとりあえずは船を作りたいんだけど、これでもう足りるかね。ちょっとレシピを調べさせてください。すいません、ちょっとまだね、探索できそうなんで。確か船はこうですね。はい、 OK、 まあ、とりあえず作っておきましょう。はい、右クリック。ちょっと Mac なんでね、操作が水上に設置、さらに右クリックで乗船、シフトキーで動かすと。ちょっと暗くなってきたんですけど、まさかクリーパーたちがこのね、泳ぎながら襲ってくるとは考えられないので、とりあえず松明をね、欲しいんですけど、石炭が見つからないですよね。ちょっとやばい、ちょっとなんか落ちた。暗い。ベッド、そうだ。あ、ベッドも作れない。毛布がいるんだよね。ちょっと、あー、日が沈んじゃった。はい、ちょっとね、プレイ4とかでやってたように、一日日が沈めば終わりってわけではないんで、僕の、もうパソコンの場合ね。はい、ちょっと暗くなってきちゃいましたけども、どうしましょう。ちょっとじゃあ、次回に回します。とりあえずね、いろんなコメントを、まあ、やってればというか、知ってれば、どんどんください、コメント。ね、まあ、皆さんね、僕よりも、断然知ってますから。はい。まあ、まあ、この孤島で生きる術みたいな。松明がない場合はどうしたらいいかみたいな。はい。ということで、まあ、パート1からちょっと3、4日くらい時間空けて、まあ、コメントをもらって、まあ、はい。パート2に行きたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。コメント、お待ちしております。はい。それでは、また、明日。